はい、こんばんは。今日私はね、東京都渋谷区にある千駄ヶ谷トンネルっていう場所に来ているわよ。で、ここ千駄ヶ谷トンネルはね、このトンネルの上がどうやら墓地になってるようで、その1964年の東京オリンピックの工事にあたって、まあ無理やりここの墓地の下にね、トンネルを作ったという話で、もう本当は迂回する予定だったんだけど、まあ、ここを開通してしまったと。で、そのせいでなのかわからないけど、その眠っていた墓地の中の方が起こって、いろんな心霊現象がここでは起きているっていうことなのね。で、有名なのが、長い髪の女性が、もう車のボンネットにバーンって、その後追いかけてくるみたいなね。そういう話があるのよ。まあ、だからちょっと私もね、徒歩だけど、歩いてみるわよ。行くわよまあ、ここが千駄ヶ谷トンネルだという、なんか、名称みたいなのは特に見当たらないけど、まあ、ここは千駄ヶ谷トンネルなのよね。昭和39年3月完成？このひび割れ方もなんかね、まあ、怖いっちゃ怖いかな。うん。そうね。まあね。今夜中だけどね。それ車も通るわよ、ここは。だって渋谷だもん。声響くわね、意外と。まあ、とは言っても真夜中だから人とかね、もうほとんどいない。まあ、で、すぐね、短いわよね、この千駄ヶ谷トンネルっていうのもね。はい。まあ、こんな感じね。それで、この上本当に墓地なのかしらね。本当に墓地になっているのか？気になるところではあるわよね。ちょっと待ってね。じゃあ行ってみましょう。山千住院って読むのかな。まあ、住宅があるからね。あのこのライトを持ってるのもどうかと思うからやめとく。あ、本当だ。本当ね。まあ今、入れないけど、墓地ね。ほんとね。はぁ、なるほどね。ちょっと読めないわね。
ちょっとお家があるからね、あんまりあれなんだけど、はいはいはい、この植物のツタがね、まあ雰囲気は感じさせるわよね。これ映ってるかしらね。映ってるわね。ライト不要よね、こんだけ明るいとね。あー、ただここはね、人通りが多いからね、その目撃情報とか結構あるらしいのよ。ただ私自身は特に何も感じないけどね、うん、なんか上に番号みたいなのが振ってあるわね。まあ直すためにね、工事の人が番号振ったりとかしてるんだろうね。このツタがトラックとか当たりそうよね。だってもう、ほら、ま、私でも届くわよこれ。ねえ、車当たっちゃうでしょ。ちなみに私、あの身長小さいからね。ああ、そんな私でも届いちゃう。はい、という感じでした。千駄ヶ谷トンネルでした。そんじゃまたねー。